ベルサイユ馬術アカデミー。王政時代、馬は簡単な仕切りで一頭ずつ壁に向かって一列に繋がれていたが、バルタバスは馬がある程度動けるよう、ボックスと呼ばれる扉付きの囲いを考案し、繋がずに馬を入れ、通路側に一角銃の角をイメージした縦長の照明を取り付けた。2003年、ベルサイユ馬術アカデミーが開校。以来、乗馬の技術とともに、 ダンス、歌、フェンシング、弓道などの高度な技も身につけたアーティストの育成と、馬と人が共鳴し合うステージの創作発表を行っている。バルタバスのことは、新しいジャンルの学校、学び者であり、創作集団でもある場を作りたかった。そこは、共に生きるという哲学のもと、馬が我々に互いを尊重しながら、延々と続く。 動きの中で一緒に作業することを教えてくれる学則や学歴に縛られない学校である。このアカデミーは高度な技を持つ既視兼芸術家を育てる場であると同時に人を美しく開花させる場でもありたい。単にその技術や知識を披露することを目指すつもりはない。チケットは直接窓口で当日購入、もしくはオンラインで購入か、 http://acadequstre.fnacspctacles.com コロンススララッッシシュュ e e スラッシュ recherch e スラッシュ recherch e.do.codens="a-kib and ソートビーイコールデートダウン現在、以下の3種類の見学が実施されている。 2017ラベはデールエックイオーパス20172016ラベはデールエックイオーパス20162015デビットペニテンテ2014ニュイデシーヌメタモーファシース2011ウィーワーホーセス2010シャリバリエイクエストラ2009リータージエイクエストラ2008レイジャメンツデラニュイパーティションズイクエスターズ2006リスイトルエイクエストラ2005ボイジズオインデスギャラント2004レ チュバリエデ・セイント・ジョージ、ウン・フリコン・アラクア第9社は、ルイ14世、時代、1679年から1682年に、かけ、王の第一建築家であるジュール・アルドゥアン・マンサールによって建てられた。馬術は、貴族の教育の重要な一環とされ、建設当初から王の従者を、貴族の指定から育成する学校が入っており、同時期に、ルイ14世が開校した。 馬術曲芸のための学校もあった。1787年には2000頭以上の馬がいたが、フランス革命を境に一気に廃れ、ナポレオン一世時代に再び馬と人が旧車に戻ってきたものの、居住期間が短かったこともあり、繁栄は長くは続かなかった。1913年、第旧車がフランス文化財に指定される。 1945年から1970年にかけて修復が続く。1895年に馬車博物館が開館。2003年にベルサイユ馬術アカデミーが開校。この頃からベルサイユ市の資料館が第9車内翼の元住居部分を開放して不定期に展覧会を開いている。2007年から馬車博物館が拡張工事のため閉館し、 2016年に、バッシャギャラリーとしてオープン。ベルサイユ壁画学校とのコラボレーション2012から2013、劇場裏の馬の出入り口を隠すパネルに、ベルサイユ壁画学校の協力により、旧車の馬の絵が描かれた。クレジット、ユヌクレーションでキャサリーン・フェフ、リアライジー・アベック・エル・エコール・ディ、アート・ミューラル・でベルサイユ、ケーデル・コラル、H ・フェイバー、M、 デティフイラップロモーション2012から2013、ベルサイユ宮殿の全面的な協力を得つつ、以下からも協賛を受けている。フランス文化省ベルサイユ市ベルサイユ観光案内所、バルタバス公式サイトの中にある東アカデミーの紹介、http バートバス、fr、アコダミエイクエストラでベルサイユ。ありがとうございます。